んにちは。ここは山陽新幹線博多駅です。明日の朝の大学の授業に出るために九州旅行を一旦中断して、ちょっとだけ大学に帰ってまたすぐ九州へとんぼ返りということをやるために、今この博多からサンライズ出雲号佐世保と接続をする姫路を目指して新幹線に乗り込むところ。元々の予定では瑞穂610号にて姫路へ向かう予定でしたが、先行列車に光444号がありまして、これの方が若干姫路に早く着きますので、この光号に乗っていくことにしました。しかし今途中の停車駅の案内が出ていますが、小倉、広島、福山、岡山、姫路、新神戸というわけで、後続の瑞穂610号と停車駅が実は1駅しか変わりません。まもなく瑞穂の停車駅も出ますが、瑞穂は小倉、広島、岡山、姫路、そして終点の新神戸、あ、違った、ごめんなさい、新神戸、そして終点の新大阪ですので、つまり福山に泊まるか泊まらないか、その違いしかないのです。瑞穂610号は N700 系の8両編成 JR 九州もしくは西日本の車両で運行されており、光444号は N700 系16両の編成で運転をされています。これは東海もしくは西日本の車両にあるのかな、多分ね、西日本の運用固定だと思います。これ違うかな、そんなことないのかな。新幹線に詳しくないと一体この光444号の何が特殊なのかわからないと思いますが、実はもともと光号というのは山陽新幹線でもちろん多数運行されておりましたけど、現在かなり珍しい、そんな列車名になってしまっているのです。2011年3月12日のダイヤ改正で九州新幹線が開業し、多くの列車は新大阪直通の瑞穂号もしくは桜号として運行されています。この桜号というのが、新大阪から、博多まではかつての光号のダイヤをそのまま踏襲し、名前をそれまでの光から桜に置き換えてそのまま九州に直通するというダイヤになりました。つまり山陽新幹線の光号がほとんど桜号に置き換わってしまったので、山陽新幹線内で完結をする光号というものがほぼ存在しないという状態になったのです。それからも若干のダイヤの改正というよりはダイヤの修正的な改正、若干の変更によって光号が現れたり消えたりしています。この光444号は山陽新幹線の中で現在残っている光号の中では極めて異例の停車駅の少なさといえます。なんだって瑞穂号と停車駅が1駅しか変わりませんし、かなり位の高い乗降客数の多いような駅しか止まりませんし、中央駅にしか止まりません。現在の山陽新幹線での光号はどちらかというと小玉号ほどには、駅には止まるわけではないけれど、しかし、ほとんど全ての駅に止まる、ただ、山陽新幹線の中で3つ4つぐらいは駅を飛ばすので光の名前を与えられている、そのような列車にのみ、設定されているわけでして、ほとんどは山陽新幹線で走っているような、長距離を途中の駅をどんどん飛ばして進む光号というものは運行されていないわけです。夜の光444号は2013年のダイヤ改正にて、夜の時間帯に復活を果たした光号というわけです。ごめんなさい、 N700 系で来るということでしたが、僕から見えているあのランプはどうも見るに700系新幹線のようです。走ってる列車も私見たことあるんで、てっきりそうだと思ってたんですが、今も700で走ってるんですね。おそらく車両の運用の都合で設定されている列車だと思いますが、16両編成の700系による光号というのを見る機会はあまりないはずです。この点でも珍しい列車だと言えるでしょう。もうすでに光号の大半を JR 東海が関係するような受け持ちによって運転はされているわけでして、そして JR 東海では700系による光号というものはもう完全に廃止されました。博多南の車両基地からお客さんは誰一人と乗せず新品の回送列車としてやってきました JR 西日本編成光444号です。途中の停車駅はのぞみ号と同じようなもので素晴らしいスピードで走るはずです。グリーン車も3両連結、ほとんど誰も乗っていないんじゃないかと思います。この時間の新大阪方面への列車としてはおそらく輸送力は過剰であるはず、本当は8両でも十分だと思いますが、しかし何らかの都合によって16両のグルの編成が使われていると思われます。早速ドアが開きました。私の号車は6号車の普通車指定席。この光の赤いマークを JR 西日本で見ることももうほとんどなくなりました。結構早く入ってきてくれるんですよね。発車までまだ14分そんぐらいありますけど、さっきの瑞穂号の切符は5500円でしたが、光号に変えて310円安くなりました。のぞみ号に乗るときには指定席の料金に加えて指定席を利用する場合に限り、その区間によりますけれども、そこまで大きくはない金額ながらのぞみ用追加料金というものがかかります。高速料金とかハイスピード料金と言われているようです。光
号も十分に速いのですが、そして停車駅はまちまちで、この光号ならのぞみとほとんど停車駅が変わりませんが、しかしそれでも高速の料金は取られません。見るとお客さんはほとんど乗っていません。かなりガラガラ。ここは自由席です。私は一応指定席から指定席の変更をしましたので、こんな感じで指定席手元に持っていますけれど、自由席に乗っていくのもかなり楽かもしれません。この車両4号車には2人しか乗っていないようです、現時点で。まあ、これから先小倉とかで乗ってくる人もいるかもしれませんが、しかしその分降りる人もいますので、おそらく終点までこんな感じの乗車率で行くんじゃないかと思います。山陽九州新幹線の速達列車として支配的な地位を確立した瑞穂号、桜号ですが、それらの列車は基本九州へ直通する8両編成の列車に関しては、指定席を取るとね、ちょっと座席が広いんですよね。だから料金は安いんですけれど、この光号の場合は座席のその分狭くなる。まあ、ただこれだけお客さんが乗ってないんであれば、座席の広い狭いなんてあまり関係はないでしょう。混んでる時にやるのはあまりふさわしい行為ではありませんが、自由席もですね、社長さんにお話を聞けば、まあ、大体指定席の料金を払っていても、自分の指定席の権利を放棄するのは自由だと、まあ、大体そういうふうにおっしゃってくださいまして、この1号車に乗ろうかなと思ったんですが、1号車にも1人だけお客さんが乗っているようでした。やっぱ空いてるってのはね、いいことですよ。本当にいいこと。お客さんが大して乗っていなくて、特に16両編成ともなると端っこの方まで人は来ませんのでね。光号、一応これね、光号の原則にのっとって16両の場合は1号車から5号車までを自由席としているのですが、でもまあ大概もう前の方も車両が空いてますんでね、みんな5号車とか4号車あたりに乗っていて、1とか2とかにはほとんど乗ってなんか来ていないようですよ。うん、いいな。700系の匂いがします。JR 東海の700の方が結構古めかしくて好きなんですけど、西もいいですよね。ほとんど誰もいないわ。前の方にいるみたいですけど、コンセントも一番後ろの車両であればついています。これだったらもう全く問題ありません。明日までまだでもちょっと時間があるから、あと8分ありますから、なんか買ってこようかな思って舐めてたら、5号車めちゃくちゃ混んでるな、やばいな、これ大丈夫かな、自分の2号車は無事でしょうか。さっきまではガラガラだったんですけど、誰もいませんねみたいなこと言ってましたが、なんか不思議だな。3人掛けの一番なんですか、3人掛けの窓側が埋まってて、で他に3人掛けが全部1列空いてるところがあったら、他先すぐそこ座るじゃないですか。でも私が見た感じ、まだそういうね、両方とも空いてるようなところがいっぱいあるのに、もう普通に3人掛けの通路側に座ってる人なんかもいるから、多分小倉で降りる人なんだろうな。博多小倉間の新幹線の需要結構大きいですからね。だって5号車の自由席めっちゃ混んでるのに、4号車もうすでにガラガラになってるもんな。これは面白い光景ですよ。あーよかった、マイキャッスル マイキャッスルなんて言うから間違えて変なこと言っちゃいましたけど、2号車は無事ですね。全然誰もいない。ここが私の区画です。貴重品はちゃんと手元に。素晴らしいことです。どこもこれだったらね、グリーン車なんか別にいらないんですけど、まあ、そうはいきませんから。この間なんか新幹線に乗った時大変でしたよ。福山から広島まであんな混んでるとは思わなかった。ような駅にしか止まりません。もちろん一部の望みが姫路を通過したり福山を通過したりするわけですけれど、どれも主要な駅ですから、光号としての格は JR 西日本ではおそらく最高にあるでしょう。小倉の次は広島ですからね、九州を出ると広島まで止まらないんですよ。かっこいい新幹線じゃないですか。狭くもないし広くもないし、結構ちょうどいい大きさの国のように思いますね。変化もあるしね、まあ、フランスも、まあ、ちょっとしかいなかったからかもしれませんけど、フランスもね、いいところいっぱいあったけど、ちょっとフランスと比べるのはあれだけど、なんかね、田園地帯っていうか、その工作地帯しかなくて、いまいち飽きるような景色でしたね。
旅行好きとしては日本に生まれて本当に嬉しいなと思います。新関門トンネルに入りました。次は広島です。ちなみに小倉でまた一人この列車から降りていったようでして、どうもこの号車に乗っているのは今3人になっています。いや違う、2人か。ここでこれだけ離れていれば私がこのように声を出していても別に声は聞こえません。本州に入りまして新下関を通過。なかなか景気のいい走り方です。びっくりしたんですが、この夜のこういう列車にしては驚くべきことで車内販売も実施されています。生もみじとお茶を購入しました。アイスクリームが今日は大変種類がありまして、チョコレート、バニラ、それから紅茶と、あともう一個なんか果物系のやつでストロベリーかなんか売ってたな。結局その中に魅力的なものはなかったので買うのはやめたんですが、かなり商品も多いし、いい列車だよ本当に。こういうガラガラの列車で車内販売営業してるなんてまずないですよ。最高だよな。やってるね。生もみじは美味しいけども、歯にくっつくし口の中に滞留しがちなので、必ずお茶を一緒に買うことにしましょう。ここまで乗ってきたカモメのグリーン個室に加えて、今度はね、のぞみの普通個室みたいな、こういうのを個室というのですから、私だけの空間、まあ実際には違いますけど、限界がありますけど、大騒ぎするにも、でもまあこのぐらいだったら大丈夫。いやー、いい列車だよ、444号。これはまた今後もサンライズに乗るときに光444号の自由席にすることはもう定石となりそうですね。福岡、福岡というか博多20時、51分に出て東京、東京7時8分、そのサンライズに乗る前の列車がこれだけガラガラに続いてるんですよ。グリーンなんかどういう状態になって、でも意外とねこういう列車でもグリーンは混んでるんですよね。これは新山口だと思うんだけど、多分このカーブは新山口だ。これで答え合わせすりゃいいんだわ。新山口です。すごいな、新山口をすごい勢いで通過。しかしですね、一つ実はこの列車面白いことがありまして、手元にねスピードメーターアプリがあるんですが、これじゃダメか、これ120までしか計測できませんので、今計測はできるんですけど、デジタル表記の、毎時表記にして、ちょっとお待ちくださいね。これで今だんだん待ってると速度が上がってくるんですが、しかしこれね GPS を使っているアプリなんでなかなか変わりません。このアプリ何なんですかスーツさんってよく聞かれるんですけど、私も分かりません。確かシンプルなスピードメーターってやつかな。開発者の方ありがとうございます。ちょっとでかい声になっちゃいましたね。500系でしたよ。500系が見えたのはいいんだけど、こいつはいつまで経っても測ってくれません。これはアプリが悪いんじゃなくて私の携帯電話の性能が悪いんです。いや、そういうと携帯電話はディスるようだけど、今の GPS の時代にまだまだ限界があるということでしょう。ようやく表示されました。列車今素晴らしい速度で走っていますが、それでも283キロです。山陽新幹線といえば300キロで走るのが今当たり前となりました。2007年2008年から L700 系のデビューまでは285キロもしくは500系の300キロが最速として知られておりましたが、しかし700系は最高時速は285キロと、500系ほどには300キロを追求していない車両でしたので、今でも山陽新幹線では300キロ出していません。そのため後続の水穂号と比べますと、博多駅の出発の時点で、10何分、51分に対して次は21分ですから18分の差があるんですが、姫路ではそれが6分にまで縮まってしまいます。途中の停車駅は1駅しか変わらないのに、この列車は途中の駅で長時間の停車をするわけでもないのに、その16分18分の差がですね12分縮められてしまうのです。285キロと300キロのその速度の違いもよくわかる列車というわけで、これも結構面白いことです。700系と N700 系の過渡期にはね、 N700 系300キロの性能を持ちながら時速285キロ程度しか普段は出さない望みっていうのも結構あったみたいです。さて減速してきたから、この減速は徳山ですね。徳山の100何十キロカーブだか忘れましたけど、またおなじみ、もううちのチャンネルで何回も散々紹介してますけどね、コンビナート群が見えてますよ。おーすごい、新幹線の窓から透けて反対側の景色が見えるんですね。これは知らなかった。周南のコンビナートは夜も元気です。むしろ夜の方が元気そうに見えます。すごいな、美しい景色だ。いいね。これを見終えるこのぐらいになりますと、あと数秒で徳山通過となります。もう数秒経ったぞ、早く通過してくれると私の威厳丸つぶれなんですけど、もう構内には入っています。
っちりもコンビナート群が見えるかどうか、そんなところで通過。この駅を抜けると制限も解除されて、また再び加速を始めるのです。こっちも結構すごい眺めですよね。煙をこちらでも勢いよく吹かしています。炎も燃えていますね。実際どうですか、視聴者の皆さん、もし周南コンビナートの紹介が、もう私はここが山陽新幹線で一番好きな景色なんで毎回紹介してるんですけど、うざいと思ったら、そうコメントしてくれれば、それにグッドがいっぱいついていったら、私は周南をあんまりプッシュするのはやめようと思います。あそこでも炎が燃えてるよ。すごいよね、本当にすごい。工業頑張れ日本、そんな感じでしょうか。いつもこれを見ながら思います。私はサービス業部門で頑張りますけど。減速してきましたが、また勢いよく加速しております。この辺が旧徳山市街地というところです。信号は今230かな、それで止まりましたけど、また加速を始めました。多分また285まで復帰するでしょう。この光号は基本285キロの高速で走っているようです。夜遅い時間で、先行の列車もかなり前に出発していた小玉を一本抜いてからは、特に何も多分配慮することもないんだろうし、夜の遅い時間になるとね、新幹線は最速ラップを出すような列車が現れるんですね。例えばですけど、500キロを、300キロで走ると 1.67 時間かかるわけですが、有効数字は小数第2まででね、これを500キロを285キロで行くと 1.75 かかりますから、 1.75 ですね。 1.75-1.67 は 0.07 かける、これ時間なんで60分にすると4分か。285キロとそれから300キロで500キロ行った場合ですね、 4.2 分の差があります。まあ、しかし実際には多分 N700 系には加速力とかの性能も随分違っているはずですから、多分その他の点をいろいろ加味するとこれらの差が生ずるということなのかな。でもいくらなんでも停車駅一駅違うだけで、後続の瑞穂号とそれからこの光号とそれがですね、性能最高速度も違うとは言っても、そんなにものすごく差が生まれるとは思えないんだけどね。いかにして博多から姫路までのその元々の最初の差のね、18分をそれを何分だ、18分を12分縮めて6分差にしてしまうのか、ちょっと驚きですけどね。マジでガラガラだからだと思うんですけど、車内販売が頻繁に来てくれるんですよね。もうなんか3回ぐらい来ましたよ。このなんか回あれって回る回数 の, なんかのノルマみたいな、必ず何回は回りなさいっていうのがあるらしいんですけど、すごいもう熱心な販売員さんなんでしょうね。3回ぐらい、いやまあいっぱい来てくれて嬉しいけどね。でも向こうも混んでる新幹線、混んでるじゃないけど、揺れる新幹線の中行ったり来たり大変だろうな。広島はね、ちょうど1時間なんですね。すごいな、トイレ2つありますよ、2つ。3つ目、広島からいっぱい乗ってくるかな、乗ってくる気がしますけどね。でも高速の水をも乗るだろうな。新幹線は各駅に停まります。小田原766号。見慣れた広島の光景、いつ見ても大都会だ。まあ、福岡も大都会ですけどね、広島よりも都会なはずなんですけど、長崎病院だと。そういえば私今日長崎から来てるんですよね。これは横川だな。路面電車も見えます。広島も、それから長崎も路面電車の街ですね。マジでこれですからね、何にもないからね。山陽新幹線のこういう駅見ると、ゼロ系がいた時代をふと思い出したもんですね。ああ乗ってくる人いるな。いるぞ、乗ってくるわ。もうダメだ。博多から乗ってきた人は全員広島で降りたんですけど、でも広島から5人ぐらい乗ってきました。ただ私の周辺には誰も来ませんでしたので、まあ喋っててもまだ大丈夫だと思います。見てください、自分の乗ってる列車の自由席っていうのがあそこにね、反射するのがなかなかいい雰囲気だと思うんですよ。これなかなか良くないですか。結構私これ好きなんですけど、新幹線はやっぱあれだな、あれだな、なんだっけ、
お城巡りですか。さっき広島で広島城見ませんでしたけど、福山は今夜の10時なんですよね。だからちょっとここで見てもわかんないな。23時9分とか言ってるな。岡山発、違う、福山発岡山行きって今22時20分なんですけど、もう20分間ないの、次終電の時刻まで。ちょっと大変ですね、岡山福山から普通列車。私の大城2号車には誰も福山からですね乗ってくることはなく、また2人ほど降りていっただけなんですけど、結構なんか空いているドアから乗ってくださいみたいなこと今放送してましたね。前の方の号車だとそういう乗車率になってるのかな。いやいい列車でしたよ。でもこれからわずか6分後ほどでまた次の瑞穂610号最終瑞穂号がやってきます。この列車は山陽新幹線福山から新大阪への最終列車という役割も兼ねているんだそうでして、私はそのことは知りませんでしたけれど、福山大阪間も結構多分需要ある区間だと思いますからね。いい列車として活躍してくれていますし、多分これね、博多から出区して新大阪に行ってたから、多分なんかのやっぱり運用の都合だと思うんですけどね。そしてまたなぜか不思議とちょっとだけ所要時間が速度のその比率に比べてかかっている面白い列車でもあります。16両編成の光号、毎日毎晩山陽新幹線で活躍をしております。快適な列車でしたよ。ご視聴ありがとうございました。